ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界5月24日の出来事について触れてまいります。1973年カンザスシティでハーリーレースがドリーファンクジュニアを破り NWA 世界王座を初奪取しました。1980年宿命のライバル猪木坂口が MSG 公式戦で激突。試合は坂口がかつてないほど猪木を追い詰めるも両者リングアウトに終わりました。1984年全日本プロレスでケリー・フォン・エリックの持つ NWA 王座に前王者リック・フレアが挑戦です。見事フレアがケリーを破り NWA 王座を取り返しました。1985年藤波木村とマードック・アドニスで WWF インタータッグ王座決定戦が行われ、リングアウト勝ちで藤波木村組が勝利、第8代インタータッグ王座となりました。1984年 IWGP 開催中に WWF の代表ビンス・マクマホンシニアが逝去しました。2010年東証ラッシャー木村がこの世を去りました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。